地中海西部におけるマヨルカ島の置マヨルカ島の鉄道網では、スペインバレアレス諸島州に属するバレアレス諸島、マヨルカ島の鉄道網について述べる。マヨルカ島の地性マヨルカ島は、地中海西部のバレアレス海に浮かぶ島であり、日本の沖縄本島の約3倍の3640.11平方キロメートルの面積。 沖縄本島の約60%の86万9000人の人口を持つ。島の西端にあるマヨルカ島の首都パルマからパルマメトロ、マヨルカ鉄道、ソーリエル鉄道の路線が放射状に伸びている。郊外線1号線とパルマメトロはスペイン広場駅を起点としており、パルマメトロは2007年に開業した。スペイン広場駅からは都市間、 バスネットワークも整備されている。マヨルカ島内のすべての路線の基間は当初9 1 4ト、mm、ルだったが、今日では9 1 4ト、mm、ルの基間を維持するソーリエル鉄道を除いて1 0 0 0トルに改めきされている。パルマメトロはスペインの島し部唯一の地下鉄であり、マヨルカ鉄道やソーリエル鉄道はスペインの島し部唯一の近郊鉄道である。スペインには バレアレス諸島とカナリア諸島を中心として数多くの島があり、バレアレス諸島のマヨルカ島、カナリア諸島のグランカナリア島とテネリフェ島はいずれも80から90万人の人口を有する。テネリフェ島のサンタクルスでテネリフェ近郊ではテネリフェトラムが運行されているが、テネリフェ島では近郊鉄道や地下鉄は運行されておらず、グランカナリア島には いかなる鉄道路線も存在しない。バレアレス諸島のメノルカ島やイビサ島にも鉄道路線は存在しない。マヨルカ島の鉄道も1875年には、マヨルカ島の首都パルマと中央部の中心地インカを結ぶ路線が開業した。1878年には、インカと北部の差、ポブラを結ぶ路線が開業し、1879年には、インカから分岐して、 東部のマナコールに至るマナコール線は開業した。1881年には、本線上にある、燻製から、トラムンターナ山脈六にある、アラローを結ぶアラロー鉄道が開業。1897年には、本線上のサンタマリーやデル神から分岐し、東部のファラニチュに至るファラニチュ線が開業した。1911年には、パルマからトラムンターナ山脈を越えて、 北西岸のソーリエルを結ぶソーリエル鉄道が開業し、1913年にはソーリエルとポルトでソーリエルを結ぶ路面電車が開業した。1916年10月6日にはパルマからリグマ城までの路線が開業し、1917年2月28日にはこのサンタニー線が南東岸のサンタニーまで全通した。パラニチュ線とサンタニー線は、 1> 約1 0トル離れて、ほぼ平行に走っている。1921年には、マナコール線が、マヨルカ東北東端のアルターまで延伸された。1923年には、アラロー近郊にある鉱山の一部が閉鎖され、また、道路事情が改善したこともあって、路面電車の携帯で運行されていたアラロー鉄道は1935年に廃止された。 運行再開に向けた運動が続けられているアルター線第二次世界大戦後にモータリゼーションが進行した結果、マヨルカ島の鉄道路線は相次いで廃線となった。1964年にはサンタニー線が廃線となり、1967年にはファラニチュ線が廃線となった。1977年にはアルター線が廃線となり、1978年にはさ、 ポブラ線も廃線となった。この結果、公営のスペイン狂気鉄道が管理する路線は、パルマとインカを結ぶ本線のみとなった。1983年にはバレアレス諸島自治州が発足。1994年にはバレアレス諸島鉄道サービスが、スペイン狂気鉄道から本線の運営を移管され、修営のマヨルカ鉄道が発足した。 バレアレス諸島鉄道サービスは廃線となっていた2路線の復活を試み再開業にこぎつけた。具体的には2000年にはサポブラ線が約19年ぶりに開業2003年にはマナコール線が約26年ぶりに開業した。バレアレス諸島鉄道サービスはパルマデマヨルカ都市圏で地下鉄の建設を行い2007年には スペイン広場駅からバレアレス諸島大学駅までの M1 号線が開業した。2013年には既存の線路を活用してスペイン広場駅からマラチ駅までの M2 号線が開業した。現在の鉄道もパルマメトロとマヨルカ鉄道はバレアレス諸島州政府から運行を委託されたバレアレス諸島交通によって運行されている。 パルマメトロパルマメトロの車両2004年11月にはパルマメトロの建設が提案され2005年1月にパルマスペイン広場駅とバレアレス諸島大学駅を結ぶ M1 号線の建設が開始された建設費は3億1200万ユーロである路線長は 8.3km でありソンサルディーナ駅など 2.6km の区間以外は地下区間 その平均深度は8.3メートルである。スペイン広場駅からソンコスタ、ソンフォルテサ駅までの区間は、パルマメトロとマヨルカ鉄道本線の線路が並列して、複々線のようになっている。度重なる洪水の影響で2007年9月24日には、M1 号線の運行を休止したが、2008年7月28日に運行を再開した。 2013年3月13日には、スペイン広場駅とマラチ駅を結ぶ M2 号線が開業した。M1 号線の起点はスペイン広場駅、終点はバレアレス諸島大学駅であり、7つの中間駅を持つ。M2 号線の起点はスペイン広場駅、終点はマラチ駅である。M1 号線と M2 号線が集まるスペイン広場駅では、 マヨルカ鉄道との乗り換えが可能である。スペイン広場から M1 号線と線路を共有した後に M1 号線と離れ、パルマ郊外のマラチにあるマラチ駅までの間に7つの中間駅を持つ。大まかには6時30分から22時まで運行され、日中は15分間隔、早朝、深夜、日曜日は30分間隔である。 マヨルカ鉄道マヨルカ鉄道の路線マヨルカ鉄道はパルマとインカ、サポブラ、マナコールの各都市を結ぶ郊外路線である。パルマスペイン広場駅の5番線から10番線がマヨルカ鉄道に割り当てられている。かつてのスペイン広場駅は地上駅だったが、今日では地下化されており、地上部の駅跡は公園となっている。庭園にはかつての鉄道施設がいくつか残っており、 スペイン広場の脇には旧駅舎も残っている。ソンコスタ、ソンフルテサ駅までは近く間であり、この駅を過ぎると線路が地上に出る。アルカウルス駅からインカ駅までの区間では北側に美しいトラムンターナ山脈の山並みを見ることができる。パルマからインカまでの1号線は複線であり、インカからマナコールまでの2号線とインカからサ、ポブラまでの3号線は単線である。 ただし、輸送能力を強化するために、インカの先にある2号線と3号線の分岐点までの 5km の区間も伏線となっている。2号線は、インカとマナコールの中間にある、シネウ駅とペトラに列車交換設備があるが、2号線より短い3号線には交換設備が存在しない。1990年のインカ駅と起動車5時45分から23時20分までは、 スペイン広場駅からインカまでの区間は3本1時間の頻度で運行され、インカからマナコールまでの区間、インカからサ・ポブラまでの区間は2本1時間の頻度で運行される。2013年の月曜日から土曜日には、スペイン広場駅を出たマナコール駅の列車は、マラチを過ぎるとノンストップでマナコールに向かう。同年の日曜日と祝日には、 マナコール行きもサポブライきも全駅に停車する。2014年にはパルマと遠略区間を4両編成の電動車が2本、1時間の頻度で走り、サ、ポブラやマナコールまで運行するために、インカで2両編成のディーゼル車が連結された。ラッシュアワーには急行列車も運行された。2013年には2号線をマナコールからアルターに延伸する。 土木工事が開始された。マナコール駅を出ると、サンリョレンク、ダスカルダサールと、ソンセルベラを通って、アルターに至る。2014年5月までに3号線をさ、ポブラからアルクーニアに延伸させる計画も提案されたが、3号線の延伸計画は承認されていない。ソーリエル鉄道ソーリエル鉄道の木製の列車民間企業のソーリエル鉄道は、九百十二年から、 ソーリエル鉄道線を1913年からソーリエル路面電車を運行している。ソーリエル鉄道が通じるまでソーリエルからパルマを訪れるには馬車でソーリエル峠を越える必要があった。1893年に行われた鉄道建設の要請は却下されたが、1904年の提案は承認され、1907年6月3日にソーリエルとパルマの両方から 建設工事が開始された。1912年4月16日にソーリエル鉄道の開通式が行われたが、タイタニック号が北、大西洋に沈んだのはソーリエル鉄道開通の前日だった。1913年10月4日にはソーリエル市街地とポルトでソーリエルを結ぶ4868メートルのソーリエル路面電車が開業した。この路面電車は、 旅客用として建設されたが、新鮮な魚や石炭なども運搬された。1929年7月14日にはソーリエル鉄道が連貨された。ソーリエル鉄道の期間は914ミ、mm、リメートルであり、路線長は27.3キロメートルである。トラムンターナ山脈を隔てた位置にあるパルマとソーリエルを結んでおり、その間には13本のトンネルがある。 主にオレンジやレモンなどの柑橘類を運ぶために建設されたため、オレンジエクスプレスと呼ばれることもある。観光路線でもあり、片道の料金は15ユーロ、往復の料金は21ユーロである。スペイン広場のすぐ脇にあるパルマ駅は茶色のレンガ造りの建物である。廃止された駅アラロー鉄道ファラニチュ線、サンタニー線アルター線。ありがとうございます。